2022年の J1 リーグは横浜 F ・マリノスが3シーズンぶりの優勝を決め幕を閉じました。2023年の新たなスタートはすでに切られていて、ワールドカップが終了したこともあり、 J リーグの移籍市場が活発に動いています。新しい新戦力とともに躍動を誓う J リーグ各チームですが、長年サポーターをしている人たちにとって一番気になるのが新卒選手でしょう。 J リーグの新卒選手は欧州のリーグとは違い、各セクションから幅広く入団してきます。欧州の新卒選手といえば、18歳以下のユースチームやセカンドチームから昇格してきた選手が主になりますが、 J リーグはユース昇格選手に加え、高校サッカーから入団してくる選手、大学卒業後に入団してくる選手と様々です。2022年は青森山田高校から FC 東京に入団した松木玖生選手が開幕からいきなりデビューを飾り、新卒選手とは思えない活躍を見せてくれました。さて、2023年はどんな新卒選手が J のピッチで大暴れしてくれるのでしょうか。今回は新卒入団選手にスポットを当てて、期待のルーキーたちを厳選してご紹介していきます。津久井圭介、鹿島アントラーズ内定。センターバックをポジションにしている津久井選手は、中学時代を FC ラビーダで過ごし、埼玉県の強豪校昌平高校へと進学します。高校在学中は怪我もあり、思うようなプレーができない時期もありましたが、2022年のインターハイで才能が開花、最優秀選手賞を獲得し、日本高校選抜にも選ばれました。その活躍が認められ、鹿島アントラーズの内定を勝ち取ります。長年プリンスリーグに甘んじていた昌平高校をプレミアリーグ昇格に導く原動力となりました。津久井選手の身長は176センチとセンターバックにしては小柄な方ですが、高い対人能力とリーダーシップ、現代ディフェンダーには必須のビルドアップ能力と正確なフィードキックを武器にしています。鹿島アントラーズのセンターバックは、元日本代表の上田直道選手と庄司源選手の復帰が決定していますので、簡単にはポジションを奪えないでしょう。しかし津久井選手はボランチの経験もありますので、多彩なポジションで起用して力を発揮する采配も見ものです。さらに多くのディフェンダーを欧州マーケット市場に乗せたり、日本代表選手を輩出している鹿島の育成手腕に期待して、津久井選手の成長を見守っていきたいですね。春名流星、水戸ホーリーホック内定。ゴールキーパーがポジションの春名選手は、セレッソ大阪の下部組織から水戸ホーリーホックに加入する少し珍しいキャリアの選手です。通常 J クラブの下部組織に在籍している選手は、次クラブのトップチームに昇格するか大学を経由するのが一般的ですが、春名選手はセレッソ大阪ではなく水戸を選択しました。春名選手は15歳以下の日本代表から常に代表に選ばれ続けているサッカーエリートです。18歳以下の日本代表では正ゴールキーパーの座を確立します。同年代のゴールキーパーの中でも総合力が抜群に高く、セレッソ大阪史上初めてクラブユース選手権3冠の立役者となりました。ゴールキーパーとしては足元の技術が抜群で、正確なパントキックやフィードキックが持ち味です。水戸はフランスやスペインで研鑽を積み、年代別代表の常連でもある山口瑠衣選手がファーストキーパーを務めていますが、水戸は昨シーズン全てのキーパーに出場機会が与えられていますので、春名選手の出番も来シーズン見れるものと期待しています。次世代を代表するキーパーとして注目されている春名選手の活躍に目が離せません。山崎太一、サンフレッチェ広島内定。センターバックがポジションの山崎選手は、サンフレッチェ広島ユースから順天堂大学を経てサンフレッチェ広島の内定を勝ち取りました。広島ユース時代には2種登録されて、同期の松本博也選手や東俊樹選手とともに将来を期待されていた選手でもあります。順天堂大学1年からスタメンとして活躍し、184センチの体格から繰り出す空中戦の強さや対人能力を武器に、大学サッカー界を席巻してきました。さらにカバーリング能力に優れ、ビルドアップ時の攻守の切り替え、正確なキック力を持つ、まさに現代サッカーのディフェンダーに必要なスキル全てを兼ね備えています。サンフレッチェ広島のセンターバックといえば、野上優希選手が名古屋グランパスに移籍しましたが、塩谷司選手や荒木隼人選手、佐々木翔選手という J リーグトップクラスの守備陣を形成しています。しかし世代交代を推し進めているサンフレッチェ広島ですから、必ずや牙城を崩してスタメンの座を射止めてくれることでしょう。即戦力として期待がかかる山崎選手、要チェックです。行徳 A、 名古屋グランパス内定。センターバックをポジションとしている行徳選手は、高校サッカーやプレミアリーグ、年代別日本代表で活躍し、将来を期待されている選手の一人です。行徳選手のお父さんもトヨタ自動車でプレー経験があり、 FC 岐阜の監督を務めた、まさにサッカーの申し子というべき存在でしょう。185センチと長身ながら、静岡学園仕込みの足元は抜群の破壊力です。
左右どちらの足でも正確なフィードキックを蹴ることができ、ボールも運べるオールラウンド型のセンターバックとして評価されています。名古屋グランパスは中谷慎之助選手を筆頭に、2022年飛躍的な成長を遂げた藤井陽也選手、丸山雄一選手と2022年 J1 でわずか35失点に抑えた強力なセンターバック陣が魅力です。さらにサンフレッチェ広島から野上選手も加入しますので、センターバック陣の熾烈な競争が待っていることでしょう。名古屋の来季フォーメーションは3バックなのか4バックに戻すのか気になるところですが、どのフォーメーションでも競争に打ち勝ち、スタメンを勝ち取る行徳選手に期待して、サポーターも胸を躍らせています。荒井優太、 FC 東京内定。左右のサイドハーフで力を発揮する荒井選手は、高校界屈指のレフティーとして J リーグに乗り込みます。昌平高校2年生の時に FC 東京の内定を勝ち取り、ルヴァンカップでデビューも果たしました。高校生とは思えない素早いタッチで鋭いドリブルを披露します。さらに体幹も優れていて、年上の選手を弾き飛ばしながら進むドリブルはまさに圧巻です。昌平高校1年からレギュラーとして活躍してきましたが、得点能力が年々増していき、大事な場面でしっかりとゴールを決める精神力も身につけています。 FC 東京のサイドハーフで真っ先に思い浮かぶのが阿田優斗選手でしょう。 FC 東京では永井健介選手が名古屋グランパスに、今野和也選手がアビスパ福岡に移籍しましたが、レアンドロ選手や渡辺龍馬選手、ベテランの三田博隆選手と分厚い選手層を誇っています。しかしどのチームでもアタッカーの競争は熾烈を極めます。荒井選手のキレのあるドリブルが J リーグを席巻することを期待してやみません。木村雄大、京都さんが FC 内定。フォワードをポジションとしている木村選手は、大阪桐蔭高校から関西学院大学を経て京都サンガの内定を勝ち取りました。2022年は特別指定選手にも選ばれて、ルヴァンカップの柏レイソル戦でゴールを決めています。前線でためを作って味方の攻撃を活性化するだけでなく、抜群のスピードで仕掛ける強さを持っています。常に前を向いて仕掛けることを目標に、2023年京都サンガで躍動を誓う一人です。京都サンガのフォワード陣はピーター・ウタカ選手が契約満了で退団したものの、ガンバ大阪からパトリック選手、徳島ヴォルティスから一味和成選手が加入してきます。京都サンガは選手全員がハードワークをし、コンビネーションで相手を崩すサッカーを持ち味としていますので、木村選手のためやスピードが必ずや生かされることでしょう。新卒の入団選手は加入直後から厳しい現実と向き合い戦っていきます。 J リーグでは新卒選手は全て C 契約からスタートして、 J1 の累計出場規定時間450分を達成し、 A 契約を勝ち取っていきます。しかし監督へのアピールや普段の練習を人並み以上に頑張らないと、 J のピッチはなかなか踏めません。新卒選手は契約年数内に各リーグの規定出場時間をクリアしないと、あっという間に契約満了、退団となってしまいます。ポジションの都合上どうしても出場が不可能となった場合や、出場時間は少ないけれど将来を見込まれた選手は、レンタル移籍をして出場時間を増やすことになります。将来を期待された若手ルーキーが規定出場時間に満たなかったため退団となるケースをこれまでいくつも見てきました。サッカー界では選手の寿命が飛躍的に伸びて、30歳半ばを超えても現役でレギュラーを勝ち取っている選手が何人もいます。しかし J リーグの引退平均年齢が26歳であるというのも大きな課題となっています。若手がベテランを実力で押しのけ世代交代をする、若き力で J リーグを活性化することを願って、来シーズンの新卒選手を応援しましょう。今回は未来の J リーグを支えるルーキーたちをまとめました。皆さんは来シーズン期待している新卒選手はいますか？コメント欄で教えてくれたら嬉しいです。これからもサッカーに関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。